どうもブリスベンの石井です。前美顔器買ったって言ったじゃないですか。でそれがね、まあ届いて、まあ、これのこの機械なんですけど、でブーッつってやるのを一昨日の夜やったんですよ。で今ねこれが2日経って、まあ、この状態、実際にやってるところっていうのを、まあ、ちょっとすごい汚いドスッピンを晒して動画作りましたんで、そちらの模様ねぜひ最初にご覧いただければと思います。それでは動画スタート。今お風呂上がりでね、髪の毛だけ乾かして何にも顔には塗ってない状態です。ちょっとね、本当のすっぴんですよ。髪の毛をまとめます。こんな感じでね。でね、次こちら、これ知ってます？なんかナミンクリームって言って、いわゆる麻酔クリームですね。日本ではねラクサールクリームって言われてるものを皆さん個人輸入していらっしゃるようなんですが、オーストラリアでは薬局のカウンターでナミンクリーム探してますって言えばね、これ買えます。でね、この 30g で確かね50ドル近いようなお値段払ったはずです。なんかちょっとお会計見てびっくりしたんで、詳しい値段はちょっとレシートもらってないんで分かんないんですけど、まあとにかく50ドルいかないぐらいのお値段でしたね。この麻酔クリーム使わないと本当痛いらしいんですよね。使ってない人もいるっていうふうには見たんですけど、ちょっとこれね塗っていきますね。でこれをね、まあ、結構分厚く塗るんですって。なんか真っ白になるぐらい塗ってましたけど、これ真っ白になるぐらい塗っちゃったら全部なくなっちゃうけどね、大丈夫かな。ちょっとこの間、まあ、練習でナノニードリングっていうね、もっと針が細い方でこの間ちょっと練習してみたんですけど、この辺のなんかこういう頬骨とかこの辺とかね、あとおでこズルドドドドドってこう針が入ってくるというかね、その振動ダイレクトに響くような感じで結構痛かったんですよね。だからあれがもっと針が太い状態で長い状態だとちょっと本当にかなり痛いんだろうなということでまあそれなんで、ちょっとこのおでことか痛そうなこの辺にはちょっと慎重に塗ることにします。こっちも、あ、なんかちょっとジンジンしてきました。ジュワーっていうか、なんかちょっとなんか面白い感覚になってきましたね。こんな感じでいいのかな。ちょっと顎とか痛そうだからしっかり塗っとこうか。これちょっとなんか加減がよくわかんない。こういうところがねすごい難しいんですよね、針入れるのが。私は平らな顔なんでまだこれ結構マシだと思うんですけど、鼻が高い人とかね、ここにしっかり骨ある人結構大変そうですよね。まあ本当なんずか平たい顔族でよかったなって思っていいのかどうかわかんないんですけど、ほら今髪の毛がちょっとピョンってきたな。大丈夫かしら。あ、ちょっと髪切る。これ食品工場だったらアウトのやつですよ、これ。はい、じゃあね、こんな感じで多分大丈夫だと思います。ちょっとよくわかんないですけど、ちょっと髪も唇についちゃったな。じゃあ、ちょっと手を洗いましょう。で、これをね、ここにラップをかけて30分ぐらい待つんですって。30分ぐらいすると、まあ、何も感じなくなるらしいんですが、まあ、ちょっとね、今はまだ、まだなんとなく感覚はありますね。結構乾くの早いですね。なんか余計なことごたごた喋んない方がいいですね、これ。さっさっさっとやらないとダメです。反省ですね、これね。ちょっとじゃあ、ここにね、貼ろうと思ってたラップがありますので、ちょっとどうしたらいいのかな、これ。どういう感じにしたらいいの？こう、どうしようかな。こうする？ちょっとギリギリ息ができる感じでいいか、これ。器用なのがバレますね、これ。で、これ今30分以上経ったんですけど、爪をね、肌の上にこう立ててるんですが、全然余裕で痛いんですけど、いやこれちょっとまずいと思うので、さすがにこんな感じでね、ちょっとまた塗ってみたんですけど、クリーム自体がちょっと私にはもうピリピリするような感じ。このね、ラップを外して、なんか動いてないような感じの。ここはでもまだ痛いな。ここが一番痛いところなのに、こうズスズスってやって結構痛いですね、針。見えますね、これ。ほらこんな感じで、画像からはちょっと見えづらいと思うんですけど、針あります。なんかまずはね、私の顔をどうにかします。ちょっとこれ今気づいたんですけど、結構私力入れてゴシゴシやってましたね、これね。コットンのガサガサっていう感触はしないっちゃしないかな。アイソコールね、これのさ、その
香料の成分とかってやっぱり肌に残ったりすると思うんですよね。すごいんですよ、ほんと石鹸工場みたいな匂いがするんですよね。石鹸工場行ったことないから分かんないんですけど、はい、じゃあこんな感じで大丈夫だと思いますので、いやちょっとセッティングしていきますよ。これあのセルフダーマをやってらっしゃる方の動画ね、日本語の方も、まあ、英語の方もね、いろいろ見ましたけど、ニキビのこのクレーター、これでもう2ミリ一択っていう風におっしゃってる方もいらっしゃるんですけど、ドクターペンオーストラリアって私が購入したところなんですけど、そこではねもう最大で 1.5 までって書いてありますね。ちょっと最初はちょっと 0.75 ぐらいで針やって、あまり痛くないなと思ったら1でちょっとやってみようかな、2回目のねそのターンの時。そんな感じで行ってみたいと思います。こういうのもちゃんと消毒しろって言ってんで、ちょっといいですね。ちょっともう何よ、痛かった今すごい、もう怖い。すごい、なんかすごいですよ、ほらね、これが怖いんですよ、いつも。もうなんかちょなんかダイヤルがあって、一応見えないとは思うんですけど見せるんですが、 0.75 でちょっとね、いや怖で何、あれか、これね、これ怖いな、ほんとドキドキする。バンジーやる前と今だったら、まあ、今もなかなか怖いかもしれない。ちょっと一回これアイソコールで手ちょっと消毒して、そしてでこんな感じでね塗って、おお、でもう針は合わさってますね。いや怖っ、ちょっとどうしよう、あ怖いな、やります。結構さっきね指痛かった、怖い、本当にすごい、なんかもう蜂みたい、怖い怖いよ、ちょっと怖い本当、あそんなに痛くない、あ思ったより、あ大丈夫、そんなに結構ザスザス来るかと思ったんですけど、でこういう感じで動かせって、なんかこう立って立って横横みたいな感じでね、でこういう感じ であんまりこうねグッと押しちゃダメなんですね、これね。ちょっとチクチクっときますね、この頬骨の付近、さっき痛い言ってたところ、あでねやっぱね頬骨のところはね、やっぱりどうしてもねこの辺のところと同じような力加減でやってると、やっぱりこう頬骨にズサズサっときますね、うん、でもね、あちょっとここ痛いな、あ痛いな、段ボール箱とかがかすっちゃった時の、まあわかんないですよね、まあ、かすったことある人いるかどうかわかんないんですけど、販売やってる人とかね段ボール箱ちょっと顔にかすっちゃったりとかするシチュエーション結構よくあると思うんですけど、そのなんか段ボール箱のこのペラペラになってとかズサってなったりとかした時の痛さとちょっと似てました今。結構ね痛いです結構痛いですこれほんと引っかかれてるっていう感じ、水分足りない、潤いがちょっと足りてないですね。ああ難しい、あやっぱりこう潤い大事っぽいですね。でね、こうもうちょっと痛いからあんまりやんない、もうやんないもうね、あとこめかみここですよ問題。おね、立って横みたいな感じでもういいかな、これね、もうちょっとやりすぎだと思います。確か2回って書いてあったんで、どの辺にこうやったかやってないかみたいなのがちょっとよく分かんなくなっちゃいますねこれね。うん、とりあえずこんな感じかな。で、こっちか。怖いね。ね、でっかいシミ？これなんとかなんないかな、俺。明日になったらね、ペロッつってね、まあないと思うけど。なんか、恐れていたよりは痛くないです。でもただ、やっぱほんとさっきみたいに、ここの頬骨エリアはやっぱ皮膚が薄いんで痛いですね。で、こめかみは思ったよりも痛くないですね。うん。あ、痛い。これ痛いですね。ほんと痛い。これ1ミリとか無理でしょ、これ。このエリア。これだって、
なんか、これ目尻のシワとかどうするんですかね、皆さんね、これやる、まあ、私あんまり、ね、ラッキーなことに目尻のシワはそこまでないんですけど、顔が平らなので。あの子のクレーター、ほんとすごいね。改めて見るとなんか道路で寝たみたいな感じになっちゃってますよね。他の動画ってみんな結構血出てますよね。まあ多分ね、まだこれ 0.75 でやってるからだと思うんですけど、この針の長さだと全然血は出ないですね。血は出ないけど効くんかなっていうね、逆にね。だいぶ赤くなってきましたよ、これ。おでこは非常にこれ、なんていうんですか、このペンを骨にうまくこう動かさないと、もうずっさずさ引っかかる感じがします。なんかこれ修行がちょっと必要なエリアですね。一番ほんとこの辺とかめちゃくちゃ難しいですね。これちょっとやっぱり細かくちっちゃくやった方がいいですね。痛くないとちゃんと針が当たってないんじゃないかって思うし、あ、痛いと嫌だし、難しいですねこれね、本当に。あ、痛い、ここ痛いな、ここ痛いですね。これでも確かにこの辺ってニキビできてもめちゃくちゃ痛いですよね。私この辺すごいいっぱいニキビできたんですけど、昔この辺とかこの眉のこの辺とか、いや痛いな。さっきのね、頬骨のところのよりも痛いですね。これは痛いね。相当これ練習しないと、本当経験必要ですねこれね。修行必要ですね。鼻ですね、恐怖の鼻。でもこの辺は痛くないんですよ全然、ただちょっとなんていうのかな、うまくやるのが難しい感じがします。こんな感じでこの辺とか意外とね、こういうところ、あ、痛いな。こういうところに、ニキビができるんですよね。こういう、痛い、この小鼻のところ。小鼻は難しいか。ここにね、うまく刺さるなんかがあればいいんですけど。まあ、そんなにクレーターはないんですが。痛い。本当に鼻痛いな。痛い。痛いですこれ本当に、あ、めっちゃ痛い。ちょっとこれ痛いわ。 GoPro の電池切れちゃったんであれなんですけど、ちょっとね今ねこうやって首にもね試しにやってんですよね。首は私ほら何も塗ってないじゃないですか、難民クリームなんだっけ、麻酔クリームね。なんかでもね大して変わんない気がする。首だから痛みにその敏感じゃないのか。でもそうは思わないんですよね。首って結構やっぱり皮膚薄いはずなんで、私ねこの首のこのシワ、これはね生まれつきなんですよ。うちの弟もね同じような感じであるんですよね。これ首消えるかね、これね、まあ、消えないと思うんですけど、その簡単には本当に生まれた時からね。ピュアヒアルロン酸ね、これ買ったんですけど、これはアイハーブっていうね通販サイトで購入しました。この、まあ、蒸留水とヒアルロン酸とあとベンジルアルコールっていうねこの3種類しか入ってないんですよ。でこのベンジルアルコールは溶剤らしいんですけど、調べたらねなんか体内に吸収されても尿として排出されるので蓄積はしないから安全らしいんですよね。でね私ねこんなのも実は一緒に買ったんですね、まあ、同じドクターペンオーストラリアで買ったんですけど、 LED マスク、 LED ライトのマスク、これはねもう届いた時から結構ずっと使ってるんでもう1ヶ月近く経つんですけど、実感としては、まあもしかしたら効いてるかもしれないなっていう、なんか自分の中のその自己満足的な感じなんですけど、なんかちょっと違うかなみたいなね。でなんかこれ7色ライトがあって、赤とか緑とかいろいろね。で赤が一番使いますね、まあ、結構ね本当に今ヒリヒリして痛々しい感じなんですけど、もうこれちょっとねこんな感じでやってみます。
果たしてそれが本当にいいのかどうかっていうね、ちょっと分かんないんで、普通にこれ冷やした方がいいんじゃないかっていうふうにちょっと思ってるんですけど、まあね、ドクターペンオーストラリアさんがこのブルーのライトでやったらいいよみたいな感じで言ってるんで、それに従うと思います。今の感覚としては日焼けやりすぎちゃった時の感じですね。あの海でちょっと寝ちゃったみたいな。 0.75 で今日は抑えたんで、あの 0.75 ぐらいだったら、まあ、こんな感じでね、あの血は出ないということでね、分かりました。じゃあとりあえず本当にもうちょっとペラペラ喋ってないでこのマスクやってきます。まあヒリヒリは収まったのかどうか、あの、まあ、収まったような気がします。まあ、赤みもさっきよりは引いてますよね。時間の経過によるものなのか、青色の LED ライトが本当に効いてるかどうかっていうのはちょっとこれ初めてのことなんで全然わかんないんですけど、とりあえずねちょっとね今また肌が乾いてきちゃったんで、あの保湿をね、あのちゃんとしっかりしていこうと思います。モーニングルーティーンとかの動画で出てきたんですけど、あのオーディナリーのバフェですね、もう半分以上使いましたね。だいたい2ヶ月ぐらい持つって感じなのかな。私の使い方が結構ブシュブシュ使ってるからかな。でこのアミノ酸なんですけど、アミノ酸はねこのバフの中にも実は入ってるんですよ。入ってるんですけどマシマシで、あのこれを使った方がなんかより潤う感じなんですよね。いつもはここになんだっけ、あれあのナイアシンアミド、あのシミに効くって言われてるね、それをつけるんですけど、あの結構ピリピリするんですよあれ。だからちょっとやめてます、あの今はね、あのこのただでさえピリピリした状態なのに。で銅のこのブルーのね液体だったバッフェ、これもね結構ピリピリはするんですけど、なんかこの銅のこの成分には傷を修復する効果というのが高いというかね、その炎症を抑える効果がね高かったりするんですって。今日はこれをしっかりたっぷり塗りたいと思います。これでもすごい色ですよね。大丈夫なのかなっていうくらい青いんですけど、これがねカッパペプチドの色なんだそうなんですね。思うんですけど、これしばらく1ヶ月半ぐらい使って思うんですけど、これ本当に効きます。あの結構いくらだったっけ、これ50ドルぐらいかな、お値段的には1本この量でね。これはもう絶対リピートしようと思っております。あでもちょっと痛い、ピリピリする。これね、あのホホバオイルを最後に塗ると。なんかワセリン塗ってらっしゃる方もたくさんいらっしゃるんですけど、私はちょっとワセリンを塗る気にはならないので、今のところまあ、様子見てねワセリンの方がいいかなと思ったら塗るんですけど、まあ、こんな感じで塗りました。痛い、ヒリヒリする、すごいヒリヒリする。これなんか冷やした方がいいかもしれない、普通に。大丈夫？なんか今一気に赤くなりましたね、これ塗ったらね。大丈夫ですかね、ちょっとこの首にもちょっと塗っとこうか。あまたね、あから顔になっちゃいましたね。いやこれでまあ明日の朝どうなってるかっていう話ですよね。はい、おはようございます。もうガチガチの寝起きなんですけれども、本当に今ベッドから出てきたっていう感じなんですけどね。ちょっとまだね頭ボサボサで、本当にまだね、やっぱちょっと赤み分かりますよね。でも炎症がねやっぱりあんまり長く続くと良くないっていうことで、まあ、頑張って冷やしたりとか、あとはこれビッコクリーム、ビッコクリームね、これインドのクリームなんですけど、私今普段は化粧下地とかに使ってるんですが、まあ、オロナインみたいな役割の薬用クリーム、アーユルヴェーダの、ね、薬用クリームで、結構ねこれね、この黄色いのねターメリック由来の黄色なんですって。これねすごいサラッとしてる感触で、軽い傷とかやけどとか虫刺されとか、あとはまあニキビとかにもね使えるクリームなんですよ。これ実際私ねちょっとなんか吹き出物できたなみたいな時にこうやって塗って、塗った瞬間なんとなくこうねひんやりする感じがするんですよね。そのターメリック自体にこの炎症を抑える成分があるとされていて、それがいいみたいなんですけど、今ちょっとなんとなくねちょっと皆さんにお見せするのに塗ってますけど、少量でもだいぶ伸びるんですよ。今ほんとね日焼けで、その日焼けのホテルみたいな感じの痛さがありますね。あんまりこうガシガシこう擦って塗っちゃうとちょっと肌が引っ張られる感じで痛いかもしれない。
昨日はね、ゆうべこれ塗って寝たんですけど、まあ、だからって言ってスーッとね、痛みが引いたわけではなく、しばらく本当これ大丈夫かなっていうぐらい真っ赤っかだったんですよ。で、まあ、朝起きてね、本当もうアンパン、焼きたてのアンパンマンみたいな感じの顔が少しまあ収まって、まあ、ちょっと、なんでしょうね、これから売り場に並ぶアンパンマンみたいな感じぐらいまでは落ち着いたかな。でもちょっとこれ、わかるかな。鏡で自分で見て、その当社日なんですけど、凸凹のもっとこうね、陥没してたそのね、このボコのところが内側からこう、うんとこう押し上げられてるような感じに少しになってますね。やっぱりほら、鼻ちょっと皮むけてますよね。こういう症状っていうのは普通みたいで、やっぱりね、やった後すっごい乾燥するんですよ。 LED マスクももしかしたらいいのかもしれないんですけど、比較してないんで、そのやってない時とやった時とっていう比較がないんで分かんないんですよね。はい、じゃあね、これ今夜なんですけど、一回顔洗って、その日焼け止めとか全部落として、で、スキンケアと保湿を終わらしたところなんですが、ちょっと肌の状態こんな感じなんですけど、まだね、ちょっと多少赤いですよね。まあ、見るところから見れば多少赤いです。でも、このスムーズさ、さっきね、うちのパートナーにもちょっと触ってもらったんですけど、やっぱ全然やっぱ違うって言ってました。まあ、見た目はそこまでね、大きく変わってないかもしれないんですけど、まあ、まだね、ザスザスなんですけど、今起きたばっかりなんですけど、これ、なんだろうな、ちょっとこう、カサカサというかね、やっぱ乾燥してるなっていう感じはしますね。それで今っていう感じなんですね。ちょっとずつね、経過、まあ、こんな風ですみたいな話させていただいたんですけれども、いかがだったでしょうか。もしこのチャンネルまだ登録されてないっていう方いらっしゃいましたらね、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それからね、グッドボタンとコメントもね、どしどしいただけるとすごく嬉しいです。では次の動画でまたお会いいたしましょう。ごきげんよう。